佐藤さん思う人。おっとっと、でっけえ、でっかー。でっけえ、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 いきなり40だわ、これ40あるわ、でっけえ。はい、こんにちは、はぬきです。今ね、絶賛やぶこぎ中なんですけども、今回は大岩名が狙える源流へ向かっております。今歩いてね、もう2時間ぐらい経つんですけども、まだまだちょっと先って感じですね。で、今回のノルマはね、40センチオーバーを1人1匹ずつ釣って、で、あわよくば2尺岩名、60センチの岩名を釣れればいいかなという気持ちで向かっております。あとはまあ舞茸ですね。舞茸なんかが見つかればもう最高なんですけども、まあちょっと様子見ながら歩いております。じゃあまだまだ本日目標の天場まで距離があるんで、頑張って歩きましょう。いやー、この荒れ果てたその道を歩いて、もう出発から3時間以上経つか。いやー、まだ着かないね。今回山越えとかね、そういうきついルートではないんですけど、とにかく荒れたその道を延々と歩かなきゃいけないっていう、それが大変。水なら、いやー、今3時間半、いや3時間半どころじゃねえな、4時間半ぐらい歩いてきて、ようやくね、今藪道抜けて川へ向かって降り始めております。まあ、道が合ってるか全然わかんないんですけど、とりあえずもうそろそろ川に降りようかなっていうところで、この急斜面下ってますね。川の手前でね、崖とかなんなきゃいいんですけど、帰りがしんどそう。ああ、ちょっと今そこで木こりさんが滑りましたが、ようやく目的の源流到着です。今週、先週末かな、かなり大雨が降ったんで、ちょっと水は多いですね。ただ泳いでる魚は見えます。いやー、でも遠かった。ここまで5時間ぐらいかかった。
自分来た時はこんな水量じゃなかったんだけどな。木こりさんやば。いやー参りましたね。あの川に降りてきたポイントからかなり塗装しなきゃいけないところがあって水が多い。結構ねロープ出したりしないと危ない場所が何箇所かあって、いやーやばいですね。こんなにまだ水が引いてないと思わなかったから。あの左の支流の方はなんとか釣りになるぐらいの水量はあるんですけど、とりあえず今日泊まるところを決めないといけないかなっていう感じ。いやちょっと本当はね、あの本流の上にある魚止めの滝まで行きたかったんですけど、ちょっと今回はねこれ無理ですね多分。で明日もね一泊する予定だったんだけど、ちょっと明日はどうなるかもわからないかなって感じ。さっき結構雨もねざって降ってきてたんですよね。まあしかし押しが強い。はい、どうにかこうにかね、今日の宿の準備はできました。まあいつもの茅を張って上にふわっとノーポリかぶせて、でガンガラしばらの時にね雨降ってきて結構えらい目にあったんですけど、まあ今日もどうなるかなっていう、まあ確実に雨はたまりますねこの形。まあとりあえずにわか雨ぐらいだったらこれで対応できると思うんで、まあ宿の準備はこれで完了で、まあ釣りの方はねどうしようかなって感じなんですけど、本流を上がるか、まあ下の支流に入るか、ちょっとまあ少し休んでから釣りの方やっていきたいと思います。おーでかいでかいでかい。あー尺くらいかな。おーでも尺ないかな、結構いい引きだけど。あーでもでかいね、尺ぴったりぐらいかな。おーいいわな。あでかいでかいでかい、尺ありそうだね、太そう。わーいるね。おー太い、太鼓のある。あーそうね、30ぴったりぐらいかどうかな、泣き尺ぐらいかな。すごいでもいい引きのイワナですね。あ、いるいるいる、目の前にいる。あー魚いるね。ちょっと水多いからね速攻が大変なんだけど、行ければ魚は釣れるな。流れ早いね。やばい、撮影してなかったけどでかいの来ました。あーでかいでかいでかい、100、2寸ぐらいか。あでっけー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 、いきなり40だわこれ。40あるわ、でっけー、でかい、いきなり釣れたね。40、やばいぞ。え、マジで40超えてるよ。あ、45ぐらいあるな、やばいきなり釣れた。木こりさん行っちゃったよ。マジか、こんなにでかいと思わなかった。いやーまさかね、天場から100メートルも上がんないところで46センチでしたね。オスのかっこいいイワナ、めちゃくちゃでけえ。すご
いやー、でっかいね。46センチ。尾びれとかもうバカでかいっすね。いやー、すごい。顔がかっこいい。はい、今自分が46センチつったポイントのすぐ上でサトシさん、また何センチそれ？食べますけどね。あー、でかいね。3、いや40ぐらいあるか。いや3、40ぐらいじゃない。いや30後半ぐらいはあるっしょ。やっと。でっか。一発でした。大物いすぎ。やばいね、ここね。メジャーある？あるあるある。これ出しましょうか。はい、何センチか計測。逃げられないように。せーの、はい、よいしょ。あ、36か。36センチ。36。おー、でも尺にすんか。ふっと言わな。やばいな、ここ。やばいね、やばいね。これ熱すぎる。油断できないよ、マジで。まあまあの方ですね。あー、結構でかいな、こいつも。おー、引く、すごい引く。あ、意外にでかいのかな。いや、すれか、うわー、あー、でかいでかいでかい。あー、尺はでもないか。泣きもないけど、引きがめちゃくちゃいいな。すごいね、この川。泣き酒ぐらいかな。よ、そこまでやってみるか。来てるね。おっしゃー。サイズはちっちゃくても引きがいいから楽しい。おお。綺麗なイワナですね。うわー、はは、逃げれた。水量多くてそこは大変だけど、魚の反応はめっちゃいいな。佐藤さん、思う人。おっとっと、でっけー、でっかー。いやー、でかい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 。60くらいあるんじゃない？あ、50あるんじゃない、そいつ。でっけー、ハト。あ、でけえ、でけえ、これ。これでかい。取ったやったー、危ない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 、これ60あるんじゃない、危ない、50あるんじゃない、そいつ。うわー、超でけー、でっけー、と50あるんじゃない、やば、いや、やばいサイズばっかり。丸飲み食らった。あー、危ない、ちょっとメジャー、やってもうた。
えい、サトシさんの釣った大岩な、何センチ。やばいかな、これ。あ、でかいね。ちょっと力が強すぎて。あ、でも49か。どうぞ。逃げられる。でっけえ。わ、こいちょ。あ、40、あ、50ぴったりぐらいかな。48か。49かな。49。でっか、太さがやばいね。やば。やば。太さがやばいね。夢ある、夢ある。これは出るよ、50オーバーこれやばいっすね、ちょっと。でっかいね。おお。おだね。回ってる。あそこでまだ手してんじゃない。フライやるにやっぱ流れがちょっと早いよね。ここは大場所で、まあ、手前に40ぐらいのがいたんだけど、奥はちょっと反応ないですね。水量が多くてね、水が速い。はい、というわけでね、今日のんびり1時過ぎぐらいから釣りを始めまして、で本流の方、さっき引き返した滝のところまで上がって、まあ、今日の釣りは終了です。本当はね、明日の本流の上まで行く、まあ、本流の上というか今日引き返した滝の上まで行く予定だったんですけども、いやーちょっと高巻きがね厳しそうだなということ で水量も多いし、ちょっと明日はそこはやめようかなと思いますね。で、まあ、しょうがないんで、あの下に降りてきた時に見つけた支流ですね、支流の方を明日は釣り上がってみて、まあ、行けるところまで行こうかなと思います。でもし支流の方も早めに終わってしまった場合は、まあ、荷物まとめて、まあ、一泊で下山するのもありかなっていう、そんな感じですね。まあとりあえず今日はもうご飯食べて寝るだけです。まあ寝床はまた快適に作りましたんで熟睡できますよ。はい、おはようございます。今朝の6時ですね。昨日は夜の9時前ぐらいから、ぐっすり寝ました。で今日はね、天気、まあ、今日も曇りでいまいちなんですけども、まあ、昨日入らなかった支流の方を今日は釣り上がってみて、でもし早めに終わってしまったらまた本流をね、昨日引き返した滝のポイントまでやってみようかなと思います。まあ、この時期ね、昨日いなかったポイントでも、まあ、大物は入ってたりしますし、昨日釣れなかったでかいやつも何匹か見てるんで、
まあ、またそいつらを狙うのもいいかなという。であまりにも早く釣りが終わってしまったら、天板を片付けてね、今日中に下山するっていう手もあるんですけども、まあとりあえずもう一泊する予定で、行こうと思います。まあ、とにかく昨日はね、49センチ、46センチ、まあ、36センチと大物が連発した、まあ、短時間ながらも充実の釣りだったんですけども、まあ、今日はさらにでかいやつを狙ってやっていこうと思います。これちゃんのスプーンもあるんじゃないか。 あそこに入ってんな。いや一緒に洗って持ってきてる。ああ、なるほど。朝ごはん。朝ごはん完成。ラーメン。お店っぽい味がする。お店っぽい味か。いや朝からまた豪華な食事ですな。卵インナーも入って。いただきます。よし今日の釣り開始。いやー水はやっぱまだ強いな。朝一は活性が低いのかな。ちょっとね朝一受水。うわー冷てい。やあ、冷てえ。あわわ、あわわ。ああ、朝の氷水。おっしゃー、両型だけど尺はないっすね。おーいい罠。おーいい罠だわ。本日のファーストフィッシュ。おっしゃ来た。どうだ、尺ぐらいか。あでも尺もないね。いいサイズだけど。おおナイスナイス。あ逃げられた。なんか思ったより支流ポツポツね魚はいるんだけど、あの昨日出たようなでかいのは見てないですね。もうちょっと上行ければいいんだけど、行けるかなっていう感じ。いやどうにか下の滝巻いてきたんですけど、帰りがめちゃくちゃ怖いですね。まあこの後も魚がどのぐらい出るかわからないんですけども、まあ川に降りたんでやっていきましょう。
たー、両肩だね。あ、引きはすごい強いね。あー、でもサイズ的にはそんなでかくはないけど引きは強い。おお。おー、ナイス両肩。わー、逃げた。ん？どこ？あー、黒い影？ほんとだ、でかいでかい。魚かな？うん、あ、でも、いや、でもなんか魚っぽいよな、あれ。あー、魚だ！でかいでかい。あれ、でかいよね。あー、でも逃げたかな。上に行った。今のは結構40近くありそうだったよな。はい、今日はねこの支流の方を釣り上がってきたんですけども、まあゴルゴルしてるわ、滝が多いわ、高巻きを結構しなきゃいけなくてね。でここもまだ負けそうではあるんですけども、結構大変そうなんで支流の釣りはこれで終わりにしようかなと思います。なんかね本流の方がめちゃくちゃ多いの、あ、大きいのがね出たんで良かったんですけど、支流の方はね入ってないみたいですね。なんか釣れてくるやつもねちっちゃいやつが多くて、まあまあまあという感じで、とりあえずまあ気をつけてねまた天場まで戻って、で本流をちょっと釣り上がってみようかなと思います。いやー気持ちいいわ水が。里吉さんは相変わらずへつりで。あ、気をつけてね。いやーよくスルスル降りてこれんねそれ。すげえ。いやー体温まってたからいい感じに冷却された。さてとりあえず天板に帰ってきました。お昼食べてからねちょっと本流をまたやって今日は終わりかなと思います。今日は天気が良くて最高だ。天板の屋根がめくり上がってるけど。お、いた。あ、いたけどちっちゃ。ああ、ちっちゃいね。このサイズですかね。お。お、お、お、でかいでかいでかい。でかいでかいでかい。
佐藤さん、でかいのヒット。あ、でかいでかいでかい、網あるよ、網。おっしゃ、取った。あ、でかいでかい、あ、でかっ、でかっ。40あるね、40ぐらいあるよね。40はあるね。ちょっとどっかで、あそこの緩いところに戻りますか。ちょっとちっちゃすぎません。でかい、でかいでかい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 、あ、ちょっと、あ、でかいでかい、あ、でかっ、あ、でかっ、40、ね、あるね、だね、40ぐらいあるよね、あるね、オッケー、ちょっとどっかね、あそこの緩いところまで戻りますか。そこの砂でいいんじゃない。はい、本日の一番の大物、42センチ、サトシさん釣りました。いやー、魚体が太いね。昨日釣ってないやつですね。あー、いい罠。でかい。逃げられる。いやー、立派立派。あー、でかいでかいでかい。この辺で落ちたてっす。こう流れにとどまってる。ちょっとここで行った。今のは結構いいの取れたんだね。出ない？あ、来た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 。これも尺じゃね。40はないけど尺。たぬきさんにしれっと綺麗と釣ってしまった。えい、尺だね。はい、尺越え測ってみようか。ちょっとごめんよ。せーの、はい、あ、34あるわ。はい、たぬきさんに見せる。ありがとね。34センチだね。まあまあのサイズだね。おお、引きが強い、引きが強い。おお、あー、でも尺あり、ありそうだね。尺こい、尺ちょいぐらいかな。わー、引きが強い。引くねー。あー、寄ってこねー。結構でかいな。やばいやばい、流れに乗られる。あ、流れに乗られる。ランディングお願いします。やばい、落ちた。めっちゃ来ましたけど。
バレる。まだついてるけど、どうやって入れようかな、あれ。ちょっと強引に寄せるか。あーっしゃっ、どうした。あー結構でかいわ。34、5ぐらいかな。あーこれだよ。あーやばいやばいやばい。3号ぐらい。はい。あー35かな。35、35センチ。おー、でかいでかい。実はさっきその下で、うん、34センチ。え、そうなの。いやー、やっぱ最後のところだから今尺が結構溜まってますね。できればな、40オーバー釣りたかったけど、まあまあまあいい罠。35か。サンキュー。こっちの緩いとこ逃がしてみよう。はい。じゃあね、今天場の方に帰ってきました。今日はサトシさんが42センチでかいやつ1匹と、まあ、その後34センチで、自分は35センチが最大で、まあ、惜しくも50センチの方にはね届かなかったんですけども、今日これから夕ご飯食べたら一泊して明日の朝片付けをして帰る予定です。2日目の夕食もカレーです。今日はね、畑のカレーをお湯でふやかして焼き鳥とかつまみながらご飯食べたいと思います。またカレー会みたいな。カレー万能すぎる。アウトドアはやっぱカレーですよ。よし、今度俺がグリーンカレー作るよ。あ、いいっすね。いいの、食べれるの。リベンジしますか。払ってくれねえみたいな。はい、おはようございます。3日目の朝、下山日ですね。今日はね、これから朝ごはん食べて、まあ、この辺片付けてね、来た道帰る予定です。なんか思ったほど山の中はね、ガンビエって感じでもなくて、それなりに、まあ、寝るときはね、暖かく寝れたんですけども、まあ、自分はこれから朝ごはん食べたらちょっと軽く釣りに行ってみようかなと考えていて、釣れなかったらそのシーンはカットします。で、朝ごはんはいつものスープチャーハンですね。アルファ米の。こいつにお湯を入れて朝ごはんにします。
おっしゃ来たよ。おおでかい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 ぞ。やばい走られるなこれ。うわでかいでかい。あでけえでけえでけえ。やばいこれはでかいぞ。わあでかいでかいでかい。浅瀬に入れ。おっしゃ当たったおっしゃでかいでかい。おお50近いねこれもね。でかよっしゃおおすごおお。ナイスサイズだ。おっしゃーでかい。おーでかいね。30でも34ぐらいかな。おーラストに出たね尺岩な。本当は40ぐらいのがね釣りたかったんだけどね。あーそうだね34、5ぐらいかな。おー岩な。いつもまたいい罠だけどね。いやーいい罠ですわ。あともうワンサイズ欲しかったけどまあこれで有終の美を飾る感じかな。サンキュー。下山です。今日ね朝ごはん食べた後釣りに行って、49センチがね釣れたんですけども、サトシさんが釣ったやつと同じ個体でしたね。なので自己記録としてはちょっとノーカウントなんですが、まあ、その他にも34、5センチぐらいの尺と、あとまあ31センチぐらいのやつかな、まあ、そんなのも釣れたりしたんで、まあ、自分としては今年の釣りとりあえずもう思い残すことはないかなという感じですね。さてここからねまだ危険な図書が何箇所かあるんで気をつけながら入りたいと思います。はい、今ね川から、急斜面ずっと登ってきまして、その道の方に戻りました。あとはこの道を歩いて3時間4時間後ぐらいには、まあ、下山できるかなという感じなんですけども、でまあ、今回の釣りね、とにかく49センチ、46センチ、42センチ、あとまあ36、35とかね、その辺のは結構いっぱい釣れたんですけども、まあ、大物ラッシュという感じで、歩いた甲斐はあったなという、そんな感じでしたね。残念ながら、舞茸の方は見つからなかったんですけども、まあ、ちょっとちゃんと探せばね、あったのかなと思うんですが、まあ、自分らはそんなにね、プロじゃないんで、分からなかったですね。まあ、というわけで今年の釣りもね大満足で終われたんですけども、また来年まで禁漁になるんで、自分は釣りをせずにおとなしく家で本でも読んでようかなと思います。で本当に今年もご視聴くださった皆様ありがとうございました。また来年の動画でお会いしましょう。